リュグマ城は、スペインバレアレス諸島州のムニシピ、マヨルカ島南部に位置する。公式名は、カタルーニャ語名のルシアメジャー。ランダ山リュグマ城の自治体は、パルマデマヨルカの南東に接している。リュグマ城地区の北東には、特徴的な形状のランダ山があり、この山は13世紀の哲学者、ラモンルイが改新後に供養を行ったことで知られている。 自治体の面積は327.33平方キロメートルであり、バレアレス諸島州で最も面積の大きな自治体である。2015年の人口は34,618人。自治体名と同名のリグマ城地区、サラナール地区、カーラブラーバ地区、カーラピ地区など16の地区からなる。中心となる地区はリグマ城地区であり、自治体庁舎が置かれている。 リグマ城地区は、地中海から約1 5トル内陸にあり、パルマデマヨルカとマヨルカ東東岸のサンタニーを結ぶママイナス19、合線沿いにある。サラナール地区、サトーレ地区、バディアグラン地区、バディアブラーバ地区などは、地中海岸にあり、サラナール地区は、ヨットハーバーを有する。タライオティック文化の遺跡、リグマ城は、大きな森を意味する、ラテン語の、 ルーカス・メイウリスに由来するとされる。リグマ城の南には、戦士時代の遺跡があり、この遺跡は、青銅器時代の活動で知られている。鉄器時代には、マヨルカ島有数の集落があり、タライオティック文化が栄えた。その後は、フェニキア人、ギリシア人、カルタゴ人、ローマ人がこの地域で影響力を有した。マヨルカ島は902年に、 イスラーム教徒のコレドバ首長国の支配下に入り、モントイリの町の参加でリグマ城には、イスラーム教徒の農場が存在した。1229年には、キリスト教徒のアラゴンオハイメ一世が、マヨルカ島を征服。1259年には、リグマ城に、初めて教会が建設された。1300年には、マヨルカ王ジャウメ二世によって、町の称号が与えられた。 1349年には、アラゴン王ペドロ4世が、マヨルカ王・ジャウメ3世を破り、マヨルカ王国の独立は終わりを告げた。1349年10月25日に起こった、リュグマ城の戦いでは、ジャウメ3世が、リュグマ城北東の戦場で殺されている。当初、ジャウメ3世は、リュグマ城の教区教会に埋葬されたが、今日では、 パルマデ・マヨルカのパルマ大聖堂に埋葬されている。1916年から1964年まで存在したリュグマ城駅1543年、カルロス一世はリュグマ城に地の称号を与え、水曜日と金曜日に市場を開く権利を与えた。14世紀から18世紀にはマヨルカ島の沿岸に海賊が品質し、いくつもの物見櫓が建設された。 17世紀にはサンボナベントゥーラ修道院が建設され、フランシスコ会によって別の修道院も建設された。1781年にはサンミケル教区教会の建設が始まり、イシドロ・ホンサーレス・ベラスキスが設計した。1916年10月3日の王霊では、アルフォンソ13世によって死の称号が与えられた。1916年10月には、 新たな市場が建設され、パルマとサンタニーを結ぶ鉄道が開通して、リュグマ城にも駅が設けられた。同年11月にはこの地域発の発電所、エルポルベニールが完成した。1964年には、パルマとサンタニーを結ぶ鉄道が廃線となり、リュグマ城駅も廃止された。20世紀最初の10年間には、多くの土地が分割され、それらの土地には、 アーモンドの木が植えられた。20世紀には靴製造の中心地として発展したが、今日では靴製造は実質的に消滅しており、その他の工業が主体となっている。バレアレス諸島やカナリア諸島などで定期便を運航していたエアヨーロッパは、リュグマ城市街地の 2km 西にある工業地域に本社を置いている。この工業地域は、ママイナス19号線に直結しており、 ワインの卸売業者である、ムンディドリンクス、自動車修理のマヨルカカルテックなども立地している。ありがとうございます。